fall asleep. Think I've had enough. I've been gone but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. Cause nobody gets, nobody gets, nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall and I'm looking for your attention. Wide awake and I'm just scared away. 皆さん、こんにちは。夢旅のスーザンです。純也くんはね、ちょっと今2階にいるんですけど、今から朝ごはんを作りたいと思います。来た来た、夢旅のスーザンと純也です。はい、で今日は朝一サーフィン目の前でしてきたんですけど、まあ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 だった。目の前さ、浅くなってまた深くなるからさ、途中でまあロングには向いてないかもね。でも最近サイズが小さくて、どこでもこのゴールドコースト自体が、うん、なのであんまりショートで満足いくようにサーフィンできてなくて、そう、近くでロング波を狙ってロングトライしたけど微妙だったね。そう、微妙、まあ、まあ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 でも楽しかった。楽しかった。でもなんかやっぱ風向きとかもやっぱ大事で、うん、で今からちょっとねご飯を食べようと思ってるんですけど、この後なんか風向きが合うポイントにねちょっと行きたいと思います。なんかあの有名なスナッパーロックスです。はい、ただこっから30分ぐらいかかるじゃん。これは結構賭けで、よかったらいいな。しかももう今9時とか、もう9時半とか10時とかだから、この10時ぐらいの前後であっち向かうとなると多分激混みの可能性もあるし、まあ波悪かったらまあ海でちょっとゆっくりしてチル、まあそんだけでも価値あると思う。まあね、どうせやることないし、今からご飯食べてスナッパーを見に行って、はい、今からアボカドトースト作ります。イエーイ。ちょっとね柔らかいかも。見て、綺麗。なんか環境変わったじゃん、日本からここ。ああ、あの幸せを感じようと思って、じゃあこうやって1ラウンドして家帰ってきて食べて、あ次のポイント行こうっていうことができてる幸せ。確かに最高やん。だって今まで本当に2時間半かけて海行ってて、海の目の前で休んで海が良くなるのを待って、でなんかコンビニとかでご飯食べてみたいな感じだったやん。でこうやってコーヒー、このコーヒーメーカーでコーヒー飲んで、まあなんか時間が圧倒的にね増えたっていうのはあるね。でもね本当に時間が増えたんだけど、まあその分ねやっぱりこっちのね物価も高くって、仕事レントが高い。そう、レントが本当に高い。もう死ぬほど家賃が高くて、日本の時は6万円ぐらいだったじゃん。ここね今ね18万とか払ってて、20万近く。で給料が3倍に増えてるかって言われたら、給料は3倍に増えてない。もちろん日本よりは給料いいけど、でも3倍は増えない。日本のちょっと家賃だけがちょっとかさ増ししすぎ。そうだね、あの食費に関しては正直節約できてるから、全然この給料プラス食費だったらいいんだけど、家賃がもう高すぎて。そうだからね、その分ちょっと結構私たちもね日本と一緒レベルか、日本よりも働いてるかもしれない今、うん、ちょっとそこがゴールドコーストの大変なところです。はい、まあでも、まあ、仕事もやりつつサーフィンもできるっていう環境にはいるから、まあね、仕事前サーフィンとかね、今はね思いっきり楽しもうと思って。なんかこんなさ、目の前に海があってコンスタントに波があるところで住めるってなかなかないからさ、まあね、だから今を思いっきり楽しもうと思うので、はい、この後もサーフィンに向かいたいと思います。はい、ダメ元なんですけど一応スナッパーを見て、まあ、最悪海散るみたいな感じでも全然いいし、まあ、海好きだし、しかもめっちゃ晴れなんで今今日で、しかもさっきさちょっと着替えてたらさコウモリ出る。やば、でかコウモリ。家の目の前にコウモリが出たんで、ちょっとそいつ、まだとんでもないコウモリです。で、めっちゃでかいコウモリがいたんで、ちょっとそいつを、まだいるかな。あ、あ、いるいるいる、まだいる。すぐ家の目の前のこの草のところにいるんですけど、ちょっと今から見せます。いや、あんなでかいコウモリ初めて見ました。服着替えてたら完
視されてるかのように。すごいよね、うん、あれマジでなんか人食いゴモコウモリなんていうの、血を吸うコウモリだよね。はい、で、はい、朝ごはんはいつものアボカドトーストです。大好き。そしてさっき入れたアイスコーカフェラテです。はい、コーヒー飲まない日がないぐらい今まではもうコーヒー大好き人間、うん、になっちゃった気がする。いただきます。はい、いただきます。とか言うてちょっとフライングしちゃった。こういう感じでもうあのアボカドを塗りつけて塩コショウ、塩は岩塩をこの削るタイプにするっていうのが、うん、全然違う。もうぜひねアボカド好きな人は作ってほしい。それでね、なんか私は結構さ、なんかモデルさん、昔からモデルさんのインスタグラマーとかをフォローするのが好きで、モデルさんとかインスタグラマーとか、なんかそっから影響されることがたくさんあって、なんか憧れを持つじゃん。だから私は結構こういうアボカドトーストをなんかを知ってそれを作ったりとかして、そしたらジュニ君がハマったりとかさ。でこのカフェラテもカフェ、普通にコーヒーにオーツミルク、これもやっぱなんかいろんな人がその普通のデイリーミルクじゃなくて、その牛乳じゃなくてやっぱ体にいいミルクを取り入れようってことで、オーツミルクとかさ、アーモンドミルクとか、中にはアレルギーある人もいるじゃん、牛乳に。だからそういうのを見て私結構それをなんか実践したりとかしてるんだけど、それを純也くんがね真似してそれでハマったりとかすることが多いよね。でこの前純也くん学校でどんな、いつも何飲むのみたいな、コーヒーで、純也くんがいつもはコーヒーにオーツミルクで砂糖なしみたいなこと言うのをフラットホワイトって言ったら、お前はモデルかって言われて確かに男の子が飲むようなもんじゃないかもね。じゃあまあスナッパーいきますか。はい、本当に波がいいかわかんないけど、まあある程度風は合ってるっていうアプリの予報ではあるから、まあ、波がいいことを信じて今からスナッパー行ってロングボードサーフィン、うん、超楽しみ。ロングボードサーフィン楽しんでいきたいと思います。はい、行ってきます。I'll bring you
お疲れ様です。ロングボード最高のセッションでした。見てこれボロ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 全然いいやろ。やばいやろこんな、なしてないから意味。見てここ、これ買ったの10年前ぐらいにもう中古ボロボロの状態で買って買ってっていうか、まあ板についてきたんだけど、だから多分ボロボロ10年以上使ってるって感じ。なんかこういうのってさ、やっぱあんまお金かけたくない。意外と高いよね。しかもこれロングボード用のニットじゃないかほら6、7フィートだからロングボードが9だから全然半分、まあ6分目7分目ぐらいまではいってるね。こう下の方まではだから9フィートのこのニットケースを買わないといけない。そう、買わないといけない。あのオーストラリア生活キリキリすぎてね、なるべくその陸で壊すことは避けたいからということで、はい、今日はもう夕方で、あとはもうお家でゆっくりね。でどうでしたか、波の感じは。波ね、最近なんかめっちゃ面白くて、ゴールコースをちっちゃい州と大きい州が交互に来る感じやよね。で今週は本当にずっともう本当にずっとスラッと ももから腰ぐらいが前後で、しかもなんかなんていうの、風もなんか合わない日があったりして、でもまあ今日はそのロング、スナッパーでのロングはもう最高、めっちゃ楽しかった、ね、最高に乗れて。ゴールドコーストでもやっぱりサイズがちっちゃい時があるから、ロングとショートどっちもあるというね。だから私たちは基本的にはこうやってショートも車に積んで、なんかショートができそうやったらショートで入るし、わーこれちょっと人多いしショート全然できなさそうやなってなったら端っこでロングやったりとかねっていう感じでね、で板を使い分けてます。で今日スーザンはなんかロングボード乗りながら波に当てるような感じのアクションをしてたからなんかちょっと上手くなったんじゃない。でもいや上手くなってないと困るんやけど、うん、こんだけやっといて。まあね、ね、でもすごい楽しかったです今日は、はい、で来週からサイズアップするんで、来週はねこういうショートで楽しみたいと思います。はい、ということで、はい、最高のコナミロングセッションでした。はい、皆さんもねぜひ今ロング買いたいなとか思ってる人がいたら、あの70のロングボードよかったらチェックしてみてください。あの70のロング、いやすごいと思う。9フィートね。あ、オールラウンダー、まあ、動かしやすいのに結構乗りやすい、バランス的に。なんかさ細すぎるとさぐらつくやん。しかもさちょっと聞いて、あのさ、ね、ラスタカラーのやつ持ってたじゃんうちら、うん、あれでさ何ウォーキングはできなかったけどちょっとできたでね。確かに、あの最後の最後だけど、うわこれちょっとなんか希望が見えた、あこれウォーキングできる板やって思って、だからめっちゃ楽しみ今後が。多分 EPS で作られてるっていうのもあるかも。浮力あるから EPS で、ロングパワーないところで乗ることが多いから俺たちは、だからそういう時に EPS の浮力がなんか役に立ってる気がする。これからねロングも楽しめると思いますこの国で。はい、じゃあまた、はい、ね、毎週楽しめるからねいいよね、ロングとショートあれば。確かにもう大丈夫だよね、うん、どんなコンディションでも。動画はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。